今日は深夜天才バカボンの見どころを紹介しますのだ。一言ずつ頼むのだ。あのさ、こういう映像なのに脇役の俺たちがやっちゃっていいの？バカボンとか呼ばなくていいの？子供には見せられないアニメだから大人だけでいいのだ。違法薬物って何って聞かれたら答えられないから呼んでないのだ。薬物の話やめましょう。あと俺たち全然動いてないけどいいの？手抜きって言われないですか？手を抜いてるんだから手抜きと言われていいのだ。堂々と言っちゃった。口くらい動かせるだろう。早く見どころを紹介するのだ。紹介しないと殺すのだ。うわプレッシャー。確かまず番組が始まるとパパがこにゃにゃちゅを深夜だからこんばんにゃって言って、バカボンが久しぶりにアニメにやかとかなんとか言って。ちょっと待って、最初から細かく説明しすぎ。その時にパパが電話するんですが、その人がネタバレになっちゃう。わしらの中から誰かが薬物の不法所持で逮捕されますのだ。ぶっこんでこないでください。薬物の不法所持、また昔活躍した芸能人じゃないのか。そこまでにしましょう。この話見どころですね、今見つけますです。ないの？わしがこちらにお世話になりますのだ。もう終わりましょう。放送までキャストスタッフ一同一人も逮捕されませんよう頑張りますのだ。この番組ちゃんと放送されますかね。興奮してきた。この泣ける作品で全米を流すんだ。こんばんは、バカボンです。お久しぶりです。初めです。コンプライアンスよりどうぞ。これでいいの？逮捕せんな。言っちゃいけないことは何？言っちゃいけません。